ハリチャンネルです。今日は北海道出張に来てます。イエイ。でね、千歳空港からもう移動してきて札幌に来てるんですけど、今日はお昼にね、白老牛を食べたいなと思って、早速ランチに焼肉に来てます。お腹ペコペコですね本当になんかここのお店がなんかね、美味しいね、白老牛をわりかしお安くいただけるっていうのを聞いて行ってみました。浦沢さんに来ました。なんか味のあるひらがなで本当にで、個室みたいなので早速中に入っていきたいなと思います。はい。え、いいかな。いらっしゃいませ。あ、お待ちしておりました。一番奥のお席でございます。はい、すごい個数。はい、ということでメニュー注文したので早速食べていきたいなと思います。すごいよ、いろいろある。はい、失礼します。はい、紫サラダをお持ちいたします。はい。じゃあ中にグレープフルーツが入っております。お野菜と一緒にそのままお召し上がりください。ありがとうございます。はい、すごい。まずサラダが来ました。浦沢サラダ、すごい、ほんとグレープフルーツ入ってる。見える？グレープフルーツ入ってます。すごいさっぱりしてそうですね。うん、やっぱね、油を摂取するからこれからこちらが北海道産のアスパラガスですね。こちらは、鉄板で焼いていただいてですね、お好みに合わせてお塩、あとはマヨネーズを使ってお召し上がりください。ありがとうございます。ありがとうございます。浦沢サラダです。グレープフルーツがで、こっちが北海道産のアスパラガスです。めっちゃ太くない？めちゃめちゃ太いよ。すごいですね。失礼いたします。いやー、すごい。こちらが当店自慢の熟成タンでございます。こちらの熟成タンなんですが、通常の熟成とは違い、お肉にですね、生ハムの菌を使用して24日間から32日間の間、熟成させたものだけを使用したものとなっております。そのままさっと焼いていただいてですね、付け合わせのおネギを巻いてお召し上がりいただければと思います。美味しそう。美味しそう。 お皿もおしゃれ。あ、ありがとうございます。かわいい。牛がいる。これ牛、うちの妻が夜な夜なボンドで作ってやって、すごい。で、あとついで今日は北海道を代表する木ですね、白樺の木、こちらを一度湯がいてですね、殺菌をした後に、くっつけて飾りとして使わせていただいて、飾り残ってますね。え、もみじ。そうです。はい、まあ見て美味しく、あとは食べて美味しく、あとは匂いですね。で、美味しくっていうのは求めてることですね。すごい、ありがとうございます。はい、はい、ということで熟成上タンが来ました。こっちが厚切りで、こっちが薄切りです。薄切りでかくない？めっちゃ美味しそうだし、ここの牛さんが可愛い。めっちゃ美味しそう。浦沢サラダいただきます。グレープフルーツ入ってるの珍しいよね。で、グレープフルーツ入ってます。美味しい。なんか最初やっぱりさっぱりできるっていいね。お肉食べる前に。美味しそう。メスプロの動画でしか見えない。タン薄切り。
え、絶対美味しいよ、ね、やばい。どうも、いただきます。美味しい。美味しい。美味しいですね。めっちゃ美味しいよね。食べ頃いつ？やばい、絶対美味しいよ。塩じゃない？ね、塩。塩でいただきます。いただきます。スパラガスめっちゃ好きなんよ。うん。めっちゃ味濃い。スパの味が濃いんですね。うん。野菜好きですもんね。いや、北海道行ったらね、マジでアスパラガス食べてほしい。他の野菜も美味しいんだけど、じゃがいもとかそれこそ、道産の野菜ってマジで美味しい。下の方がさ、噛み切れないけどさ、めっちゃジューシー。へぇ、アスパラでジューシーってなかなかないですね。めっちゃジューシー、うん、やばいよこれ、とうとう来たよ。ゆうちゃん、焼きますか？いや、お願いします。焼いてますね、ちゃん。はい、失礼いたします。もしよろしければ、はい、厚切りタンの方を私に焼かせていただければ。ぜひ。よろしいですか。はい、今ちょっと準備だけしてないです。はい、失礼いたします。はい、ちょっと大きさが大きいので、お好みのサイズに切っていただいて、お肉はステーキなのかで、それをかけるとどのぐらい大きいですか。はい、割と約派です。実はさっきの薄切りもそうなんですけども、最初にご説明した通り、生ハムの菌を使うことによって若干ハムに似たフレーバーが、香りがつくんですね。でこの厚切りだとよりその香りが強く出てくるので、こちらもぜひ感じ取っていただければと思います。好みではございますが、レモンが OK ですね。スタッフ割合です。ゆうちゃんも良かったな。はーい。めっちゃ美味しそう。ありがとうございます。めっちゃ美味しそう。レモン汁です。焼いてもらいました。おいしい。結構火通す派だけど、ちゃんと柔らかい。白老牛が来ました。お目当てのです。上カルビって言ったけど、割かし小三老に近い部分って言ってましたね。はい、ということで、お目当ての白老牛、上カルビだそうです。よし、焼くよ。これをね、プラに来たからさ、スビューが焼こうかなと思って、なかなか焼かないんだけど、私下手くそというか、慣れてないから。こっちから行く、同じなのかな。そっちから行きましょう。はい、行きます。ゆうちゃんが焼肉焼いてる姿もレアですね。ほんとよ。どんくらいなのこれ。一回ひっくり返しましょう。おお。美味しそうだよ。おい、ゆうがいたから多分もっと美味しい。おっしゃっています。いただきます。はい、どう？白老牛めちゃめちゃ美味しいです。口の中で肉ほどけていきます。めっちゃ美味しそうなんだけど。すでに口の中入ります。一口でマジいけるから。おお。めっちゃいっぱいですね。おいしい。甘くない？そう、甘いですね。めっちゃ甘い。折りたたんで食べれば、一口で食べれる。一口で食べた方が絶対よ、これ。ねえ、めっちゃ甘い。一枚、結局焼くのは一枚という。
礼いたします。こちら和牛のサガリ。わーすごい石の色変わってる。じゃあお好みで焼いて、おすすめはタレでお召し上がりください。はい、和牛のサガリが来ました。分厚いサガリを焼きます。サガリ焼けました。サガリタレで食べる。サガリってどこの部位？サガリは辛味と同じ横隔膜で、筋肉の背中側がサガリ、肋骨側が辛味。しかもサガリは牛一頭が1本しか取れません。辛味でもサガリの方が貴重らしい。そんな貴重なサガリを2枚目。なんか肉寿司で、すごい。お一つは海鮮の方抜いてありますので、はい、そのままでお召し上がりください。ありがとうございます。あ、もう味もこのままで。そうです。ありがとうございます。肉寿司が来ました。すごくない？こっちがね、通常の肉寿司でキャビアとね、ウニが乗ってるんだけど、うちはキャビアとウニを抜いてもらいました。ちょっと海鮮がね、食べれないので。何もつけずに食べるみたいです。いただきます。美味しいですか？美味しい。お待たせいたしました。すごい。やばい、見て。こちらは実はお米からこだわって作らさせていただいております。お米なんですが、ニセコご存知だと思うんですけども、近くにランコシという町があるんですが、そこで取れるお米、ランコシ米を使用してます。お肉はすべて、当店自慢の白老牛でしぐれ煮にしている感じですね。お次してよろしいですか？はい、ぜひお願いします。はい、お客様のご注文があってから炊き上げる土鍋ご飯となっております。だいたい100度にどれぐらいかかるんですか？30分ですね。はい、なのでお召し上がりいただく場合にはそれを残してご注文いただくことが多いですね。こちらは食べきれない場合はお持ち帰りもできますので。やば、それめちゃめちゃありがたいですね。そうですね、コロナ中はお持ち帰りだけでこちらご注文されるお客様も多かったので、当店も非常に助かってたメニューでございます。あー、おいしそう。でこちらはまずはそのままでお召し上がりください。はい、後ほどお出汁と薬味をお持ちいたしますので、はい、最後はお茶漬けでお召し上がりいただきます。めっちゃ美味しそう。牛しぐれの土鍋で寄せってもらって、最初は普通に食べて、その後こっちのね、だしでお茶漬けにして食べるそうです。ひつまぶしみたいな感じだって。まずはそのままで。めちゃめちゃ美味しいですね。優しい味がする。ひつまぶしも食べれる。あんだけ肉食べたのに。キノコ類もいっぱい入ってる。今足して出汁にします。じゃあね、今度はこちらの出汁を使ってお茶漬けにしていきたいと思います。これね、南部鉄器だって。わっ、マジだ。南部鉄器ってめっちゃ重いにゅ。ほんとに重いよ。いよいよ。いくよ。はい。わっ、めっちゃ美味しそう。美味しそう。薬味は私はこちら、わさびと山椒かな入れます。これなのかな、箸でススススススみたいな感じ。いただきます。まずはわさびなしで食べて。美味しい。これテイクアウトもあるんだって。ご飯がね、結構多いから持ち帰りもできるそうです。じゃあスダチレーブン。わー、美味しそう。じゃあ最後の締めでございます。さっぱり。こちらがスダチのエキスでございます。お好みに合わせて味替えでお使いいただきます。はい、スダチレーブンできました。めっちゃ美味しそう。見るからにさっぱりするんだけど、こちらがスダチのエキス。やばっ。
酸っぱそう。じゃあ切り分けようかな。お酢の代わりにスタチキ。ねスタチキ続けます。いただきます、うん、めっちゃ美味しい。日本で食べたレベル一番美味しいかも。すごいね。あ、めっちゃ美味しい。結構かけて平気だよ。かけすぎかと思ってるけど、むしろちょうどいいんだけど。本当に美味しい。これからも時期最高じゃない？そうですね。なんかさ、お肉の油摂取したからさ、最後こんなさっぱり終わりなのがちょうどいいし、うん。さっきさ、土鍋のご飯余ったやつでお持ち帰りはこんな感じで来ました。おしゃれ。はい、ってことで完食しました。ランチから食べ過ぎだよ。札幌来て早々食べ過ぎ。めちゃめちゃ美味しかったですね。本当にめっちゃ美味しかった。満足ですよ。白尾牛。白尾牛。美味しかったです。美味しかった。ランチから満足したということで、次に向かいたいと思います。お腹いっぱいの状態で次はね、動物園に向かいます。ごちそうさまでした。美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、お昼ご飯を食べた後にノースサファリに来ました。よずっとね、行ってみたかったの。前来た時は冬でなんか休憩中だったから、はい、今回で、ね、やっと来れました。ちなみにさっきの洋服から着替えまして、動物仕様ですね。そうだよ、ここ動物いっぱいだから目はウサギになりました。なんでウサギ選んだか分かる？分かんないです。なんでですか？今イースターだからだよ。ああ、なるほどなるほど。卵いりますね。卵はないです。ではウサギです。じゃあ行きましょうか。はい。あ、わらび会えるんだよね。会えるよ。 わらび会いたい。ちょっと今餌持ってきますね。白いのある。ありがとう。近くまで行って。あ、来た来た。ちょうど行って。あ、誰これ？マーラっていう動物で。マーラ。はい、来ましたよ、主役が。主役。ほら、これの方がちょっと目立つでしょ。え、ここから怖い。あ、ちょっと怖い。怖い。大丈夫、餌あげて、餌あげて。触れる？触れる。ほら、チビ、白いのも来たよ。あ、白いのがいい。はい、白いの。はい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 。こいつ怖い。はい、大丈夫。おっぱい触れたんだけど。オッケー、車椅子についてる。いや、カンガルー？カンガルーって結構凶暴なんだよ。ボクシングしてるイメージ。そうそう、ボクシングしてるイメージ。あー、かわいい。目赤い。白い、かわいい。かわいい。写真撮って誰か。終わった。次行きますよ。はい。木目気をつけないとね、うん、タイヤがスポンって落ちるから。次はアミメキリンです。おお。あ、すごい首長。緑くない人？緑くない。緑下があんなもんなんですか？そう、いや、草食べてるから。あ、草食べてる。触れる？ちょっとだけ。わあ、すごい。なんかノースサファリーめっちゃいろいろさ触れ合えるからさ、これだけで動画撮れちゃうよ。ね。胸のとこ押さえて、尻尾のところ押さえて。ゆうちゃん、ヘビは平気なんですね。かわいい。すごい。かわいい。わあ、すごい。かわいい。ワニちっちゃいよ。ポトポトポト。あ、しっかりちょっと手かえそうです。おい、これ本当に大丈夫？大丈夫。
噛まなくて、噛めなくしてすごいワニ触れましたね。触れた。でもあれだけちっちゃいからワナ。え、すごい。開いたの持つ？無理です。それはちょっと無理です。初めて抱いた。飼いたい。でも虫しか食べないんですか？いや、そんなことない。あ、そうなんだ。うん、やってるぞ。来ました。可愛い子たちいっぱいおるんじゃない？ここは。そうですよ。ちょっとあったかくしてるんで。おー、温室の動物さんで。目指してる。え、可愛い。はい。ちゃんとこれで握るんだよ。かわいい。うわ、めっちゃかわいい。落ちちゃうよ。すっごい綺麗に分かるのこの子。ほら。この子は？登ってこないでよ。登っていただきましてまことにありがとうございます。いいよいいよ。どうどうどう、ほらほら、うん、変わって、あ、かわいい。怖かったらこれに刺して。これに、あ、かわいい。やっぱり赤ちゃん珍しいですよ。この鳥で赤ちゃん、赤ちゃん触れてる、ペロペロ舐めてる赤ちゃん。あ、見て、キレ撮ってる。かわいい。え、めっちゃかわいい。車椅子乗ったねえの。やだ、かわいいね。赤ちゃん、ちょっと噛もうとしてるけど。あ、止まるぞ。いいよ、いいよ、上げていいよ。上げていいよ。おー、自分の物かのように。でも赤ちゃん連れて来てくれるっていうのはすごく心許してる。普通はもう警戒心の塊だから、うん、赤ちゃん取られるとか思うじゃないですか。もう心許してる。ちっちゃくして出るの？意外と舐めるの早い。赤ちゃん触ってる。え、赤ちゃん離れた。赤ちゃん離れた。赤ちゃん離れたまずいね。もう一人で歩けるのかな。初めて見た離れたところ。おっぱい飲むのかな。もしかしたら。ほら、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 ほら。レアだよ、レアだよ。おお、すごい。初めて見た離れた。おお。すごい、すごい。あ、そうだ、そうだ、そうだ。これはレアだわ。行きますよ、怠け者。で餌あげられるみたいなんで、こっちに向かいます。ゆうちゃんが餌にならないように気をつけてください。北海道まで来て高いで餌、餌めっちゃ高いよ。高い餌あるからはい、ということでデンジャラスの森っていうエリアに来ました。やばくない？当園は普通の動物になりません、ね、危険です。柵をね、なしで会えるみたいで餌やりができるそうなんで、
ではそれを、もしかしたらこの後はショッキングな映像になるかもしれない、ね、そうだよ、もしかしたらこの動画が最後になるかもしれないあ、いましたね。トラが発情期のためおしっこを飛ばすことがあります。そこから離れてください。かかりたくない頑張りましょうはい、今からブルーリンタラのティガーに餌をあげに行きます。いってらっしゃい。食べられませんように。